バトルは,パーンはーい、ゆめじん。あしかがよしまさた、いわしぎ、クエンスウィン、見ていきましょう。クエンスウィンじゃないんあ、えー、クエンスウィン、あしかがよしまさ、のの八大将軍もう最低の将軍です。<低>人々が苦しんでるのに、全然真面目に政治しない。ね、お金ばっかり使ってる。あそこにばっかりいる最低の将軍銀閣を作りました。ね、金閣銀閣の,うちの銀閣。 金角は金が張られてピカピカだけど銀角には銀が張られてません。さあ、対するは、ね、上杉クエンスウィン。クエンスウィスンじゃないでしょ。関東関連、上杉家を継いで長尾君から上杉くんになりました。エチゴの竜と呼ばれてる強い人ですよね。ライバルは武田信玄。ンのカイノ・トラコツを武田信玄ね。 うか武田信玄は海の虎ならね、上杉謙信は越後のサメとかになった時がよかったんだけどね。なんでサメなんだよ。なんかサメ的に投げてたじゃん。<laughs> そして最後はビシャモンテン。仏教の神様はビシャモンテン。戦いの神様はビシャモンテン。自分のことをビシャモンテンの生まれ変わりだと言ってた人ですね。はい、じゃあそんな足利義政大上杉クエンスンみんなに予想してし。クエンスンじゃないですよ。足利義政が勝つと思う人。<laughs> か勝つと思う人じゃあ、上杉クエンスイング勝つと思う人。クエンスインじゃないでしょう。じゃあ、ホラガ峠を決め込む人。<laughs> どっちにつくか迷う。ホラガ峠ーギしいませんでしたね。じゃあ、見ていきましょう。この二人の戦いはダンシカがさん。8大将軍。HP は ?8。対する上杉クエンスイングは ?2 二代か。しつこいよ。信田先生とはしつこいんだ。クエンスイングですかね。 はい、じゃあ、ただん、最初の戦いは、武力。おい、いきなり来た武力。行くぞ、足利義政はえたれ、全然戦とか武力とかダメです。戦いません。遊んでばっかりですからね、この人、遊んでばっかり武力は1。対するウェスキークエンンは、こっち強いよね、ウェスキークエンンはね、バーン、強い。 なんと強くて武田信玄と一騎打ちをすりますからね。一騎打ちだから攻撃は一はい。弱いじゃんもう。一騎打ちだもん。一に決まってんじゃん。これがね、百騎球打ちとかだったらね、攻撃力100になってたからね。一球打ちだから<な>19じゃないのなんで僕<い>ここさ弱いじゃん。1と9じゃん。1>, 1と9。一球打ち <laughs> 一 <laughs> なるほどね。ね<う>これ待ってこれさ強いじゃんってでもいいじゃんねんで。強いよ。しょえ強いで強いの。それはもう結果論のわけねもう強くないと一球とかできないんだろう強いよ。まあでもたまたま攻撃力が一だった。そういうこともあるさ。10月だし。さあじゃあ10月じゃねえだろ。10月関係ないね。全然ね、はい、じゃあ次は 飲み物、愛飲み物対決は、バン、サドウ。味方あじかがよします。遊んでばっかりサドウが大好きです。お茶ばっかり飲んでいたので、攻撃力は、ジャー、肩筋多め。対する上杉グワウスインといえば、いつものやつ、バン、お酒。お酒飲みすぎ問題。上杉健診お酒ばっかり飲んでたので、最後はトイレでぶっ倒れて死んでしまいますし、攻撃力は、 というわけで、攻撃力4のまりここは、足利義政の攻撃が当たります。ドガーおい、じゃあ、最後の戦いは後継ぎ争い。後継ぎ争いは、こうなります。足利義政派手。応仁の乱。日本最大の内乱と言われる応仁の乱が1467年に起きてしまいます。義政のね、弟の義美、子供の義久。 そういった人たちを中心に後継ぎ争いで京都の半分が燃えてしまいます。しかもこの乱はなんと日本全国に広がってしまって11年にわたる内乱で日本中がめちゃくちゃになって戦国の世が始まってしまいますというわけでね。戦国時代になったらこいつのせいだみたいなところがある。応仁の乱。対する上杉スギ・クエンシンの後継ぎ争いは有名。 子供がいなかったクエンシン。結婚してないからね、上杉クエンシンは。結婚してない、上杉クエンシン。あと次争いが起きます。それを、おたての乱と言います。おたての乱で勝利したのは、ナオイカネツグが使えていたことでも有名な、上杉。影勝。そう、影勝ですね。というわけで、上杉クエンシンから上杉影勝。おたての乱というものが起きましたが、 さすが日本最大のナイランドだけあります。おい、言うわ、1467円。ドガーというわけで、今日の勝負、最低の勝負。まったないの勝利してしまいました。まったないのまったはいつもあるわけではないです。俺がいつもあるわけでもいいじゃん <laughs> あ。じゃあまた,た、じゃあ、まっ、まっ、まっ、また はいマッチョ。はいマッチョというわけで筋肉以上。じゃあさ。スタート <music>